はい、続きで撮っていきましょう。ホイールプールの3コース目いきましょう。好きな BGM でございますよ。スタート。スピードスピード、おっと押しちったアベックぶつかっちった。スピードほい、おっとっとプロドス、ああジャンプできなかった。あら乗れなかった。よいしょ。あ、この空中浮遊は特に曲がってるわけではないな。よいしょ。このコースはカーブに気をつければ大丈夫だ。ほい、おっと、あれ、スピード、ウーのドースジャンプ、ちゃんとコースアウトはしないように調整調整。よいしょ、ね、空中浮遊、スピード、おっとまた押しちゃった。いいよ、ファンドラップ、いいよ、おっち、もう3コース目はこれわりかし走りやすい。おっと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 、コースアウトの危険性もほとんどない。アバッチ、よいしょ、ウーロードスジャンプ、オッケー、ようやく一番空中浮遊、ふぅふぅ、フィニッシュ、危なげなく1位。ネクスト、マーキュリーはまだ使えるな。オイルプール4コース目いきましょう。スタート。おい、2、おっとここら辺気をつけないとね、いきなり3、おーい、ほい、おーおーおお、よいしょ、ジャンプ、おっと危ない、あ、このジャンプは要注意だっと、だいたいスピードがインコースにあるのね。ラッチュージャンプ、空中浮遊、スピード、スピード、
おい、ここでうまいことこっちに乗れた。やった。ここでうまいことあっちに乗れたら自動でコースアウトしないコースで連れてってくれる。レッド、こっちのスピードは乗れなかった。ほい、おう、ジャンプできんかった。ファイナルラックス、あ、そう、ほい、OK。あー乗れなかった。うふふ。おっと。乗れんかった。うひひひ。おっと、両方乗れなかった。でもここのスピードには乗れた。ここのスピードにも乗れた。次は道の真ん中にある。ジャンプフィッシュ、デッドリー。この次だったかな。ちょっと特徴的なギミックがあるの。ちょっと面白い空中浮遊がどっかのコースにあったのよ。このコースか、もしかして。あ、ここっぽいな。ちょっと面白い空中浮遊があるところ。じゃあエーススピーダー2でここら辺まではやったからね。スピード、はいはい。これね、ループがループしてるんですよ。と、危ない。ループがループした後にコースアウトしないように気をつけなきゃ。これ面白いギミックがあるんですよ、このステージが。空中浮遊でループがループする。あのデベーコングレーシングでいうところ の、 あのスノーコースターとかダークムーントンネルにあるあの1回転ループ、あれがこのエーススピーダーにもあるわけです。いいのと、ループがループ、ほい、カンガルーマン、インド人を右に。ジャンプしたらインド人を右に。このコース一周が短いのね。一周が短いと抜かせるチャンスも少ない。うい、うい、ほいのほい、ループだループ。おっと、一瞬外れた。そ、ジャンプ、インド人を右に。追い詰められなかった。はい、マーキュリーはまだか。え、次もアイアンモンでいいわね。もう今度こっちから行った方が早いわね。クリムゾン。ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルディオス、次回へ続きます。